西葛町は山梨県南鶴郡に属している町。西葛町中心部県東部の郡内地方に含まれる。2007年7月1日時点の人口は4874人、面積は15.38平方キロメートル。ハイキングコースやロッククライミングのゲレンデとして知られる三つ峠の登り口となっており、近年は首都圏からのアクセスが良い立地を活かした。 観光地として力を入れている。町域北部の三つ峠山麓と南部の石子山麓に挟まれた標高600メートルの町で、桂川流域に集落が展開している。富士吉田市と鶴市の間に位置し、大月から吉田へ至る経路であり、かつての鎌倉街道へも通じる交通の要衝である。現在では、富士急行大学線や国道139号、 中央自動車道などが並行して通る。山地河川、桂川や尺流し川流域に、戦史時代からの遺跡が見られ、湧水の枠三つ峠遺跡は、県内最高所の遺跡として知られる。また、三坂層からは、第三期中心夜の化石が見つかっており、当時は海に面した入り江であったことを伺わせている。水が綺麗なところにしか生えない、バイカモが自生している。 古代の律令制下には、鶴群上里に属していたと考えられている。戦国時代には、軍内領主である小山田氏の軍内領に属し、小山田家臣、倉見氏の館跡がある。近世には、谷村藩領で、後に幕府直轄領となる。富士行動者や、主元者のための宿液として栄える。また、軍内式の産地であった。 町長西葛駐在所大沼郵便局、西葛町に高等学校は存在しない。三つ峠駅中心となる駅、三つ峠駅、鉄道路線高速道路町内を中央自動車道、富士吉田線が通っているが、バスストップのみでインターチェンジは存在しない。最寄りのインターチェンジは、富士吉田西葛式区である。ETC を利用せずに、大月方面へ行く場合は鶴 IC である。 古天場方面へ行く場合は、東富士五小道路の富士吉田インターチェンジが最寄りとなる。国道県道三つ峠から見た富士山。ありがとうございます。